はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、古城ですね。とりあえず前回の青いメダリオンは破壊してきました。でスピネルが6つ、高倍率スコープ、これマジで欲しい。あと1個か。これつけられるよね、多分。ライフル系と一部のマシンガン、まあ、マシンガンは別にいいとして、ちょっともう1個スピネル集めて、次高倍率スコープを買いますか。アタッシュケース、レザー、これってさ容量が増えんの？増えるわけじゃなさそうだよね。余裕があるときに取るのがいいと思うけど、これよし、壊せる。ハーブ赤、ハーブ今どうなってんだっけ。あーなるほど、1個作るか、緑赤を。で黄色のハーブが最近ないからな。お金今いくら持ってる。救急スプレー1個買っとく。5000円するからな、言うて。あ、救急スプレー買ったらなくなったわ。有限だった。ちょっとだいぶ広いところに出てきちゃったけど、Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me.Mr. Kennedy, Mr. Kennedy, how novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then,You will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. こいつだいぶ容姿変わったな。もっと子供っぽかったのに。釜持ちか。Just stay close.いっぱいいるな。手榴弾投げ込むか。あー、アシュリーのとこ行ってるわ。やめなさい。あ、え、なんかどうなった。こいつ仮面。待って、アシュリーがどこにいる。あいつ鎌投げてる。カモ投げたらでももう終わりか。え、どこ。いい。ちょっとすげえとこにアシュリーいんな。これ使おう、1個。で、ちょっとやっぱショットガンか。大丈夫か、アシュリー。狙われない？ほら。意外に弾がね、みんな、あ、ちょっと待って、まだ生きてるじゃん。で、蹴って、金になった。いや、金ばっかりだな。これなんだ、逆側に、アイテムらしきものがあるけど。これこっちから行けってこと、もしかして。いや違うな、正面か。え、ここも開かない。どうなっている。抜け道を探す。これ二人で行けそうだな。その前にちょっといろいろ、あ、鍵、この小さな鍵全然ないよな。
ショットガン今足りないから助かる。え、これもこれもこれでも小さな鍵ではないな。まあ、先へ進むか。じゃあ Come on. Hang on. I need you to open it from the other side. 中から開けてくれ。ここを開けてくれんのか。あ、じゃあの狭いところに行くのか。 Okay. I owe you one.あれ、こっち側行けんじゃん。あ、それでここのアイテムが取れんのか。香水瓶、これ普通に売れそうだな。とはいえスピネルが欲しいんだよな今。やっぱりライフルにスコープがないのはちょっと使いづらい。あれ、これどっち行けねえ。行けない。あータンスタンスって感じか。やっぱり Looks like we can continue on this way. ここから先に進めそうだ。どこ、あ、こっちか。いや、また変なとこに出てきたな。なんかいるんだけど。Poor bastard. 実験体か。世話係の式。また真夜中に目が覚めた。地下から漏れる音のせい、爪で硬い壁を引っかく音、重曹にまみれたうなり声、あの男はこの世の全てを憎んでいる。もともとあいつは上司に仕える拷問官、父親、祖父、兄弟、いとこ、サラザール家の負の遺産。やつはそう特別だった。心から自分の仕事を楽しんでいた。天性の才能を持っていた。苦痛を与える才能。その才能は上司の興味を引いた。上司はやつを地下に連れて行き、ああダメだ、これ以上書けない、書いちゃいけない。やつが地下で何をされたかなんて思い出すな。俺の精神が壊れる。やつの世話係になった。餌をやり、汚物を処理、毎晩あの声を聞く。もう限界。やつの声が耳から離れない、耐えられない。明日にもこの城を出ていこう。声が届かないところへと言って逃げられたのかな。ハープ、チカロ、鍵。ん？どっからだ？そうすると。ん？ちょっと待って待って待って。なんか見れる？別になんもねえわ。え、こいつ引き離すとかそんなん？こっちか。なんだ、音がするな。アイアンメイデン。マジかよ、動物の鳴き声。ショットガン。 OK, you're good. OK. もういいぞ、こんなところに置き去りにされる。これライフル、ショットガンにしとくか。え、怖っ。どっちだ。え、どうなってる。チカロのか。いや、アシュリーよくお前ふざけんな。そんなとこに突っ立ってられんなって言おうとしたら落ちた。いきなり戦闘になるこれ。あ、見えてない。あ、繋がれてる。待って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 、どうすればいいこれ。ええ、分からん。ここです。うちょっと待って、来てる。なんか後ろが弱点じゃなかったっけ。
そうだよね。ほらほら、ビンゴビンゴ。いやビンゴはビンゴだけど、いってかすった。ほらどうだ、来た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 。ナイフでなんとかできなかったっけ。あと一発しかねえ。行って行って、逃げられねえ。赤ハーブとこれがあと一個だけか。ちょっとハンドガンで何とかするしかないか。倒す必要ある、そもそも。あ、これあげんのに倒した方が安全そうだな。あ、倒した？倒してねえ。あ、倒したか。宝石、多分倒さなくても大丈夫だけど、倒すと宝石が手に入るよ的な、まあ、それなりの弾はここに置いておいてくれるから。てかアシュリー、あそこアシュリー上にいるのか、超怖えじゃん。一人で待ってんの上で、まあ、待ってるんだかどうしてんだか分かんないけど、俺だったらもう武器屋のあの商人と一緒にいるな、安全が確保できるまで。なんか右にさ肘当たってんの痛そうなんだけど。あ、手榴弾か。手榴弾の有効活用もなんとかあんまりできてないからな。え、あ、でここの裏に出てくるのか。すまんな。どこにいる？あ、いた。お前よくこの暗い中一人で来たな。You were right about the animals, though.で、それでここか。マップ更新。え、アシュリーなんか大丈夫？うん、やっぱ咳込んでたか。結構広いとこに出てきたけど、ハーブを回収しつつ、やっぱ緑ハーブ1個だけだと不安だよね。あー、スピネルあった。よし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 。でライフルで、なんか出てきて、コレクションルーム。これは何？え、ちょっと待って。これ多分合わせるんだな。レリーフみたいなの。ガンパウ。剣の宝剣。朽ちた宝剣。え？武器としては使えない。使えるだろ。ああ、なるほど。これをどうする、どこをどうはめるか。鉄製の剣、回収できるものを回収したけど、ヒントは、絵にヒントがありそうだけど、そんなことは全くないな。んー、なんかあるか。王様、騎士、なんか墓場だね。王様は多分金だろう。で、騎士は、え、剣が3つしかないかんな。騎士は鉄でよくない？
とこれ口でよくない？なんかガチャってなったよね今。開かねえし。朽ちた宝剣はもう元々さ、どれがどこにはまってたっけ。使いすぎて朽ちたってこと？これ、どうなっとる？いや、金の宝剣は多分いいでしょう。ん、もしかして剣どっかでもう一個手に入れなきゃいけないとか。いや、そんなことはなさそうだけどな。鉄製の剣、これ鉄製の剣やってみる。もうこれ答え見たわ。わかんねえもん。で、これで剣が手に入るのか。なるほどなるほど。血塗られた剣。あ、これであの処刑してる人に刺せばいいんだな。じゃあそのまんま、これが鉄、これは金で、これが血で、これが朽ちた宝剣か。 OKOKOK。 あー、いたわー。さあ、一応先には進めるようになったけど、だいぶ時間を食ったな。なんかないかな。え、あ、いた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 、ヘビか。どうする、倒す。食えるは食えるんだっけ一応。金の腕はこれでどこへ出てきた今。全然わかんないです、ここに出てきたな。最初に来た部屋の上だよね多分。中庭へ向かうハーブ。あ、これ下行けんな。ちょっと待ってね、なんかあるけど、下へ降りれるってことか。降りちゃっていいのか。これはヘビと、ああ、でヘビがどっかにあるのかな。ヘビを鳴らさなきゃいけないけど、これは鹿。よし、下ろしとこう。これショートカか。で、これあっち行ける？あ、行けるわ。何してるの？あれ、これは下に行ける？で、おお、結構お宝がいっぱいあるな。これさ、だって下ろしとかなかったら結構めんどくさくない？アシュリーに下ろしてくれって言えのかな。ちょっと左の方も行きたい。あ、単純に壺があるだけか。まあまあまあ、600円にはなったから。下へ降りるべきか。中庭へ行こうって言ってるけど、こっちから行けるか。
さらに蛇なんだよね。あ、蛇があった。蛇鳴らす。カーンと開いた。どこ行くの。おお、びっくりした。お前早いよ、くんの。行動力ありすぎだろ。で、こっから行ったけど、なんか声したよね。ちょっとショットガン3つしかないけど、込めとこう。電話みたいなやつ。サジュテーションズ、ミスター・ケネディ。結構古風だな。Not this guy again. I'm taking the liberty of preparing some entertainment. 広いね。Without further ado, the gallant knight protects the princess bear. ん？どっからどうすればいいんだ？あ、これ大広間のところか。あ、そうだね。あ、閉まった音か。これは世界の寄生虫、恐るべき生態2巻。ある種の寄生虫は宿主となる生物の行動をコントロールする力がある、その仕組みは解明されていません。一般的にも知られる話です。寄生虫が宿主の行動を支配する実例を挙げていきましょう。ディクロコリデベベベ。食道か神経筋に入ったアリか、草の先端を噛んでそこに体を固定するようになる。わざと食べられるよう行動させている。ガラクトソマム、魚の脳に寄生する。レクロなんとかかんちゃら、カタツムリの触覚内で増殖し毛虫のように動く。まあいろいろそういうのがいますっていう。こっち開かない。No good.あれ、タイプライター。あ、ここにタイプライターがあるのか。ちょっと一旦セーブしとく。で、これそのままこっちの外の方へ行けばいいのかな。Be careful. え、だかすげえ切ったね。ヘドロみたいなのがあるんだけど、あ、これなんかクランクでくる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 回すとこだっけ。Leon, they're here. Ah, the entertainment. おうおうおう。ちょっと待って待って待って、すげえいっぱいいんだけど、いつの間にどっから来たお前ら。ちょっとちょっと、一回、アシュリー。やられております。ちょっと待って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 、アシュリーをどこに避難させるかだな。ちょっと待って待って待って、これほら鎌やろう。体力高えな。あれ、アシュリーどこ行った。あ、いた、変なとこにいんな。ハンドガン、ちょっとこれ遅いな、あのあれが、玉込めが。ちょっともう一個使っちゃおう。足、一応逃げるは逃げてんだ自分で。ただちょっと邪魔です。いた。そう、盾持ち、マジ厄介だな。痛い。これはショットガンの方が良さそう。
耐えてきたか、最悪。なんかあったっけ、またこれしかない。これとこれをクラフトして飲む。おいける。まだいるか。アシュリーどこ行った。これさ、よし、ハーブ赤ショットガン、ハンドガン。これって壊せない？壊せる。一応結構アイテムは起こってんな。ハンドガン、え、下に落っこちてたんだけど。いっぱい出てきた。アシュリーの動向を気にしないといけないのが。いって、あった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 。おーおお、あ、ここに樽があるな。樽を使うか。はい、ドン。全然当たってない気がする。ちょ、顔アップ。くっそ。お、あいつ浮いてる、キモ。ちょっと待って、先行弾使うか。あいつも蹴ろう。で、ハーブ。で、また出てきたか。アシュリーも頑張って逃げてんな。これ足もいいか。あれ、倒した。てか、どこで何をすればいいんだこれ。あ、あそこになんかありそうだな。まだいるか、お前ら。ブシャってなる。よし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 、これを回収しよう。ハンドル回収して、うわ、え、何してきた。なんか入ってきたのか。当たってんのか当たってねえのかわかんねえし。倒した。アイテムはあとこれか。ハーブ赤、ここにも一つハーブ。ハーブが増えてきたのはいいけど、あとこれだな。え、いる、まだ敵。なんかこれで上に行けんのか。要は下に落っこっちゃったから、これを回さないといけないよってことだけど、まだ敵の音がするんだよな。いるな、ちょっと厄介だから。邪魔だお前マジで。ほら、ちょっと待って待って待って、アシュリー、あれ、いっぱいいる。ちょっとやられてんな。一回下に逃げよう。アシュリー下に来い。ここに迎え撃つ。ちょっと待って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 、手榴弾系がもうないからな。やるか、ゴリ押す。いや最悪。まだ生きてる？とどめを刺すしかない。ナイフ、マジで
有効すぎるけど耐久力がないからな。あとクロスボウ撃ってくるやついたよね。あ、上にいんな。ひど、これをひど。おは、ただそれなりに赤があるからちょっと回復して、ハーブ赤。マジでクロスボウ持ちめんどくせえな。どこにいる？あっちから撃ってきてんな。どこだ、これか。いって、こんなとこにいたか。的確に足を狙ってきたな。いや、すまん、まずお前ぶっ倒したい。これアシュリーって行動不能にずっとなってるとさ、死ぬとかある？まだ声すんな。あ、いた。どっから湧いてきてんだよマジで。ちょっと待って、蹴る。ナイフなくなった。 しかしショートナイフを別で手に入れた。無限湧きってことはないよね。早めにやっておかないといけない。2、3、もう開けちゃおう先に。よし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 、行くぞ。で、多分上のやつ排除できんな。お前か、邪魔してたのは。落ちろ。ここはいない。金がそれなりに溜まってはきたけどさ、結構使うからね。こっち側は？いないな。これだけ破壊しこう。金、ライフルのスコープが欲しいですマジで。でだいぶ広いところに出てきて、これなんかありそうだな。ハンドガン、あ、これまた回さなきゃいけないのか。待って待って、どこがどう出てきてる。ああ、しかも結構大変だし回すの。上に行かないとダメか。ん、なんかあった。素材か。でアシュリー守りながらやるのか。そうするとスコープは絶対あった方がいいわ。あそこか。よし、待って、こっちはこっちで出てくる。強っ。外した。あっちってどっち？あっち行ってんじゃん。ちょっと待って待って待って、照準がつかない。来てんな、こっちはこっちで。あ、待って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 、とらわれの身になってしまった。ちょっと待って、むずい。ちょい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 、来てる来てる。マジでスコープ、あ、足が当たっちゃう。ちょいちょい、一回回復しよう。
3とかにした方がいいよ、これは。だとこいつはくる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 回ろう。だとあいつか、ちょっと邪魔だ。来てるか、2体来てんな。おい、痛い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 。ちょ、待って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 、ナイフがないのか、もう。ちょい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 、角度が良くない。あ、一回戻ってきた、そういうこと。敵は排除できなかったからか。くっそ、もうなくなるわ。だってさ、これさ、どうなの。あとこの回だけ。弾がもうないんだけど、こいつ生きてる？生きてるわ。死んだ。Ashley, are you alright? Yeah, thanks. だと安心して行けってことね。お願いします。あれ、もうやった？あ、もうできたから戻ってきたのか。じゃあ無視してよかったじゃねえかよ、あいつら。クラフトしないと弾がマジでない。クラフト用の素材はまだ残ってるからね、作るか。ガンパウダーもそれなりにあるし、ライフルだな。じゃあこれはもうあれが作れないから、あ、でも先行手榴弾作るのは1個あれだな。1個持っとこう、あいつが出てきた時にめんどくせえから。でショットガンもやっぱちょっと必要だし、これでガンパウダーがあと10個か。ハンドガン普通に手に入るからな。17発、これは全部で7発。あ、今全部で12発か。 Let's go. Okay. あ、カラス、金にはなるけどちょっとそれどころではない今は。ガンパウダーか、今ガンパウダー結構必要だからね。よし、ライフル、スピネル、これなんかここら辺にいいのないのかな。あ、金が落っこってる。無理です。今なんか左になかった。あ、2人で行けってこと。あ、で開けてくれんのを待つのか。お、アシュリー咳き込んでいる。 Hey, you sure you're good? Yeah. Looks like the right place. あ、 You okay? お、やばい、もう。 I think so. Instead of worrying about her.Worry about your own skin. Oh, 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 oh. Temperance, child. Ashley. ナイフ壊れてるはずなのに。グローブつけてたから結構手は元気かな。血流れてねえじゃん。
というわけでチャプターエンドになりましたので、結構きつかったな、マジできつかったわ。リザルトはまあこれだけ。これ A とか S とか出ないんだっけ3回死んでるわ。というわけで、じゃあチャプター7終了しましたので、今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。